古川武史の人生を変える習慣化。この番組は習慣化コンサルタントの古川武史があなたの人生を変えていくための価値ある習慣と習慣化について幅広くお伝えするものです。知識というより一つでもこれはやってみようとやる気が湧く音声発信を心がけています。はい、皆さんこんにちは、北村です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ今日もですね、テレワークと習慣化ということで、皆さんからいただいたご質問お悩みを3つご紹介していきたいと思います。はい、はい、まず1つ目ですね。もう早速、はい、はい、どうぞどうぞ。はい、夜いつまでもメールを見てしまうのをやめるにはどうしたらいいでしょうかというお悩みですね。はい、はい、うん、これは多分そのテレワークになった時に起きてくる、うん、悪循環の、まあ、問題の一つなのかなと思いますね。うん、で、パソコンが家にあるという存在感、うん、でまあちょっと環境にもよるかもしれません。まあもともとそうだったっていう人もいるかもしれませんけれども、うんうん、まあ、パソコンって基本的にはその外に持ち出すとね、いろんなこう落とすリスクとかがあるから、うん、基本的には会社に置いていくっていうことがほとんどのケースだったと思うんですよね。うん、で、自宅にはだからその、まあ、言っても、そのビジネス、携帯はあっても、うん、パソコンあるわけじゃない。ところがこれがパソコンが家にある存在感って、すごいみたいで、うん、特に、うん、やっぱ人によってはそこに、が、なんか、オフィスとなんかね、自宅は繋がってるぐらいの感覚の存在感があって、で、特に一番ポイントは、まあ、メール見なきゃいけないんだけど、そろそろでも帰らなきゃいけないからっていうことで、帰ったらメールが見れないっていうふうな強制力で、閉まってたのが、うん、まあ、今は常に見れて、で、なんなら気になっちゃうから、うんうん、見ちゃうと返信しないといけない。返信するとまた返信が返ってくる。うん負の循環に入って、なんかね、こう、明確な区切りが、プライベートとビジネスっていうのがなくなってきちゃうということですね。これほっといたらなります。私も、同じです。ほっといたらなるんですね。うん、ね。だって気になりますもんね。そうですよね。うん、だから明確にここでおしまいっていうふうに、なんかのシャッターを閉めるっていう、うん、まあこれを閉店ガラガラと私は呼んでますけども。うんうんうん、はい。お店って常に開いてるわけじゃないじゃないですか。パン屋さんも朝、じゃあ10時から、夜中、18時とか。うんうん、ってことは、開店と閉店の時間が決まってシャッターを下ろしてあって、うん、で、その7時に来ても、お客さん入れないし、うん、18時以降も入れないわけですよね、うん。で、そうしないと準備もできないわけだから、うんうん、っていうことですよね。で、どんな流れであったとしても、我々は寝る時間と起きる時間とかあるとしたら、そこは確実に閉店ガラガラしてるわけで。うん、ただ自分で意図して、どこで閉店ガラガラするのか、開店ガラガラをするのかっていうことですよね。それを、やっぱりピシッと決めるっていうのは、一つやっぱテレワークになった時には、より重要なポイントではないかなと思いますね。だから朝始めるのは何時？まあ8時なのか、7時。始めてもう15時におしまいとかね、うん、そういうふうにもう早回しするとか、うん、でも今度15時に終わるって決めたら、そこをねやっぱ徹底して守っていかないと、うん、なかなかこうリズムが作れないっていうことは実際あると思います。うんうんうん、確かに始まりと終わりの時間をしっかり決めるっていうことがポイントですかね。決めてそしてそこでおしまいっていうふうに、うん、本当に閉店ガラガラっていうことで、うん、メール一回閉じるとかっていうふうに。そうですね。もうパソコン落としちゃうのもありかもしれないですね。パソコン落として、できればね目に入るところに置くんじゃなくて、例えばタンスの上とかにポンと置いたりとかすれば、視界から消えれば、随分ね、楽になるんですよ。目に見えてるとまた気になるし、だからまあ、まあ、ね、そうは言ってもパソコンで、YouTube 見たいとかっていうふうになると、うんうん、またこうパソコン開くけど、でもなんかメールの通知が入ってきたりとかっていうなると、もうぐちゃぐちゃになるから、まあそれスマホで見るとか、見ればもちろんいいですし。なるほどね。まあでも一回ちょっとそうですね、視野からこう、なくした方がいいかもしれないですね。うん、それね、結構でかいですよ。うちも上に置くんですけど、うんうん、子供が触っちゃうっていうのもあるから、上に上げちゃうんですけど、うん、上に置いたらね、一気に楽になります、ね。あ私もやろう、それ。うん。いいかもしれないです。そういったことですけど、全然違います、うん、意識が、うん。視界に入らないっていう。うん。で、あとはそのメールについては、これ別のディスカッションで言ってたのは、うん、いや、
そうは言っても結構緊急のねメールをいっぱい入ってきて見なきゃいけないような仕事関係のお仕事とかやってる人とか、あとやっぱマネージャーですよね。で部下がいっぱいいろんなフォローしないといけないっていうことで見なきゃいけないっていう場合は、じゃあどうすればいいですかっていう話もあるんですけど、その場合にはそのチームでルールを決めたりとかして、メールをね送受信しまくるっていうことじゃなくて、緊急のこういう時に、まあ、何時以降、18時以降の緊急については電話鳴らしてねとか、何かそのチャットみたいなのに上げてくれれば、それでアラーム鳴るようにしといて、要するに耳でピッと受信したら見るけど、そうじゃない限りは大丈夫っていう風な境界線を引くようにしてるっていう風な方もいらっしゃいますよね。ああ、いろいろなんかこう工夫次第でいろいろできそうですね、これはね。ただ境界線を引かないと、やっぱメールってどこまでも侵入してくるし、どこまでも気になる、で依存しちゃうんですよね。こう、不安だから見る、不安だから見る、不安だから見るっていう風な感じで、ずっと掃除しに掃除しに掃除しにっていうのになっちゃうのは、結構誰でもあり得る話なので、どんなルールで境界線を引くかっていうことですね。ルールの持っていく方はいろいろです、時間で切るのか、そういうふうなね、こういう時には電話を鳴らしてもらうとか、夜でも見るんだったら何時には見るけど、もうそこでおしまいとかっていうふうにするとか、ね、はい、まあ、そういうことかなと思いますね。はい、ありがとうございます。はい、では続いてのお悩みです、集中しやすい環境づくりについて、どのような工夫をすればいいでしょうかというご相談ですね。はい、ありがとうございます。はい、これ多分その自宅で、多分環境でね、なかなか集中できないっていうことなんだろうと思いますよね。まあ、一つだけ大前提を言っておくと、我々の集中力とか気分っていうのは場所と、かなり連動してるっていうこと。だから、この場所に行くと、こういう気分になるっていう条件付けが結構されてることっていっぱいあると思うんですね。あります、あります。なんか図書館に行ったら本を読む場所みたいな、ちょっと自分の中でなんかこうインプットされてるもの。そう。で、スタバで、例えば、なんか本を読むとか、仕事をする習慣になってる人は、なんかスタバに行かないと仕事をする気になれないみたいな、人いたりとかして、いますよね。あとは電車の中に乗ったら、電車乗ったら本を読むモードに入れるっていう、モードは本を読むのには結構いいとか、っていうことですよね。で、ふとちょっと考えてみると、スタバとドトールと、あと、よく出すのはルノワール。三つ。同じカフェだけど、行って気分って全部違いません？違います。なんかいる人も違いそうだし。そうそうそう。どれがいいって言ってるわけじゃないですよ。どれがいいって言ってるわけじゃなくて、同じカフェで、場所でも、なんか空間違うと、ちょっと気分変わりますよね。気分が変わりますね。多分ドトールだったら結構入れ替わりも激しいし、ちょっと場所狭いから、ちょっとパッと集中するにはいいけど、長くいるにはちょっとストレスがかかる。そうですね。というのは、あるし、ということですよね。だからまあ、実はその我々の、周り、囲まれる環境と自分のその集中とかエネルギーモードっていうのは、実は連動するということですね。で、問題はですよ。はい。問題は、下っていうのが一番、仕事モードに入りにくいってことですね。なぜならば、自宅はリラックスする場所っていう状況。そうなんですよ。これがね、最大のネックで、我々はそこにいたら自動的にリラックスするようにできてるんですよ。だから自宅にいて、リラックスするっていう条件付けがされてるところに、緊張モードとかを入れるっていうことは、非常に難しい。難しい。非常に難しい。ということなんですね。だから、その前提を一応分かった上でっていう、なんですけども、じゃあ、それをどうするかと。ちなみに、ご自宅の中で仕事してると思いますけど、集中環境づくりとか職場づくりみたいなのはどんな風にしてるんですか？自宅の。私の場合は、やっぱり、ここは仕事をする場所というスペースを、部屋の片隅に作りました。部屋の片隅って具体的に、何室の？寝室ですね。夫婦の寝室の片隅に、別に部屋、他に部屋がないので、苦肉の策っていう感じでしたけど、それでも、やっぱりこう、ここに座ったら、この
デスクの前に来たら仕事をするんだっていうのをやっぱ作っとかないと。あと、なんていうのかな、やりかけの仕事をそのままにして、うん、置けるっていうのも結構大事で、私の場合は。おほほほほ、うん、なんかこう、リビングでやってると一回一回片付けなきゃいけないとか。確かに、うん。持ってきたり、持って戻ってきたりっていうのが結構しんどかったので、うん、これはダメだと思って作りました。うん、なるほど。で具体的には、なんか、多分参考になる人たちも多いと思うんで、机をこれぐらいの大きさのものをこう書いておいてとか、うん、なんか、環境作りでどんな風にされたんですか？机は本当に子供が使うような、こう、勉強机ぐらいのサイズですけど、それを置いて、はい。できるだけ、物はあまり置かないようにして、うんうん、また物を置いちゃうと、そこにこう、注意がいっちゃったり、私の場合はするので、はい、うん、で、前にこう、ホワイトボードみたいのを置いて、うん、そこにこう、ちょっと注意しとかなきゃいけないものとか置いといたり、それぐらいで、あとはあまり、書類とかもできるだけデータにしたりして、なくすようにしてっていうのはしましたね。うん、なるほど、うんうん。いいですね。で、今、北間さん答えていただいたやつの中に、いろんなエッセンスが入ってると思うんですけども、うん、は、まずその条件付けができるような自宅全体じゃなくてここの場所に座ったらこうっていう風に、うん、決める、まあ子供がね学習机で勉強する、ここで座ったら勉強っていうのと同じような感じで、うんうん、ここに座ったら仕事だけど、逆に言うとそこから抜けたらもうオフっていう風な条件付けをはっきりとわざと、ね、最初は作るっていう、うんうん、で一番最悪なのはとにかくそのそうリビングの、ダイニングテーブルで仕事したり、家族のリラックスの場が混在するみたいなところでやるのはもうね、絶対無理です、ね。無理ですね。それはね、僕はもう、この前、その子供見ながら仕事しなきゃいけなかったから、まあ、ずっとやってたんですけど、絶対無理ですね。うん。集中できない。できない、うん。本当に難しいですね。何も考えずに、なんか処理するボタンを押すとかぐらいの仕事だったらできても、そうやっぱり難しいですよね。あと低エネルギーで結局仕事をする癖もついちゃうので、うん、そうすると集中がねできないっていう風なことにも入ってくるから、うんうん、まあ、それがすごい必要なんで、だからどんなにそのねスペースがなくてもいいから、うん、この机とこの椅子に座ったらもう仕事みたいな感じに入れる場所を条件付けして、まあ、作るっていうことが、まあ、うん、ですよね。で2つ目は、多分環境集中しやすい工夫ということでいくと、うん、まずちゃんと片付けることですよね。目に入るものがいかにその意識を奪うかっていうのはあって、うんうん、で私も机の上結構、まあ、広かったりするしたから手に取りやすい本とかを、まあ、以前置いてたんですよ、うん、そうするとね、そのシンプルで別にちゃんと並べてるからなんてことなさそうなのに、うん、まあね、目に入る視覚情報があれやこれ入ると、なんかね、集中しきれてないんですよね。そうなんですよね。うん。だからやっぱりその例えば Yahoo のトップ画面見るのと、Google のトップ画面見るのと違うっていうのはあるじゃないですか。うん、Google の画面だとすごいシンプルだけど、うん、Yahoo でいっぱいガチャガチャってある。うん、ね、同じように、やっぱり見るものに意識っていうのは奪われるから、うん、視覚に入る情報をなるべく少なくするためにも、もうすごい、デスクはシンプルにして、綺麗なシンプルな目に入るものはもうシンプル。うん、パソコン1個とかね、なんか配線とかもなるべくちょっとこう片付けてみたりとか、うん、すごい重要だと思いますよね。うん、そうですね。ということかなと思いますね。はい。はい、だからまず片付けるっていうことと、うん、あとはもう条件付けをひたすらやるということですね。うんうんうん、はい。はい。ありがとうございます。はい。はい。じゃあ最後のご質問です。うん、テレワークになって往復通勤時間3時間とその疲れを軽減できているはずなのですが、そのメリットを自分で感じられず、できてないことに頭が向いてしまっています。どのように前向きに捉えることができるでしょうか？というお悩みですね。はい。はい、これ簡単にお答えすると、はい、まあ、通勤で3時間、オフになってるから、まあ、基本その分ね、プライベートの時間とか、いろんなものが使えるはずなのに、なんかできていない感があるということですよね。はい。で、これは、まあ、仕事の多分生産性っていうことだと思います。で、仕事の生産性が高くない、くなってしまったということですよね。で、
じゃあ仕事の生産性ってどういう切り口で見ればいいかっていうと、多分あの2つあって、うん、1つは効率よくできたかっていう問いと、2つ目は大切なことがちゃんとできたかっていうことと、この2つの問いを自分の中に投げかけて両方を満たすっていうことではないかなと思います。なるほどね。効率よくできたかと大切なことができたか。っていうことですね、うん。はい。で、効率よくできたかどうかっていうのは、もちろんその朝から計画立てるとか、やっぱ集中する、うんうん、集中するとか。だからちゃんとやっぱ寝てると、ガッと集中できるんですけど、寝不足だとダラダラーってやって長時間みたいな。うんうん、これが結局、うん、オフィスだったら緊張して、高密度でできてたのが、自宅だと低密度でやるから、3時間を埋めてもさらに達成量が少ないっていうことだったら、うん、まあできてないっていう感じですよね。実際できてないかもしれないし。うんうん、だから効率は計画と集中力をどう作るかっていうことですね。で、二つ目は大切なことができたかどうかっていうことについては、うん、やっぱ仕事って効果的なことをちゃんとやる、今日やるべきことを終わらせるとか、こういうことやれたっていう、達成感があるかどうかっていうのはすごくやっぱ重要だと思うので、重要なものを、ちゃんと片付けるっていうか、それを終わらせた感があるかどうか、それが先延ばしになってると、できてない感がすごい強いと思うので、なるほど。コツはですね、やっぱり朝、うん、早い段階で、大切なことに集中する時間を60分でも90分でもいいので、うん、メールを開く前に一仕事終えるっていうのを結構、まあ、おすすめしたいなと思いますね。うん、メールを開く前にね。記事録作らなきゃいけないとか、今日なんか提案書作んなきゃいけないとか、今日このことやらなきゃいけない。で、急ぎなこともあるし、大切なことってあると思うんですけど、その大切なこと、とりあえず、朝早い段階でさっさと片付けておいて、夜は雑用とか、まあ別に明日でもいいやっていう業務が残ってるんだったらいいんですけども、うん、一番ヘビーなものが夜に残ってると、結局ダラダラしてしまって終わってないっていうふうになっていくっていうサイクルですね。特にテレワークになったら余計にそれをやらないと、うん、集中力がもうぐったぐだりない夜に、ヘビーすぎるものが残ってて、もういつまで経っても終わらないので、うん、まだ脳にパワーがあるうちにやるということですね。で、あとは計画と集中力をどう養うかっていうことを、朝やっぱ静かな時間ですね。最初のやっぱ90分でどう作るかによって随分違うんじゃないかなと思います。やっぱポイントは朝の使い方ですね。僕はもう絶対そう思いますね。ね、昼からはね、結構ね、ご飯食べたら使い物にならないっていうことも結構まあまああるので、やっぱり午前中でね、巻いて8割ぐらい終わらせられれば、大きいな、うんうんうん。修行時間がね、もし早められるんだったら僕は、7時ぐらいからスタートしても、もうね、12時まで、かなり5時間だからね、かなり終わって、重要なものもほぼ片付いてるって、ね。お昼開けたら、ちょっと、あとやっておしまいみたいな、うん、できるんだったらさ、もうテレワークの最大の強みですよね。そうですね、本当それが実現できたら本当にいいですよね。ここは好きなことをやるってね、自分の、だって7時って普通に通勤してる時ってもう起きてるじゃないですか。通勤してる、うん、でもその時間仕事を家で始めて、で13時に15時ぐらい仕事はもう終えて、その後はねプライベートだったら通勤時間まるまるなくなって、いやいやこれはね、うん、やっぱ時間が増えたってなるんですけど、逆に時間が減っちゃったって思うケースっていうのは、これやっぱ習慣なんです。慣れっていうか、どうやって高密度化するかっていうのを徹底してやれば、その分良くなるということでございます。はい。ありがとうございます。じゃあ今日の、ご質問は以上になります。続いては、古川さんからのおすすめ本のご紹介です。今日はどんな本になりますでしょうか。はい、今日のおすすめ本はですね、はい、奇跡のリンゴっていう本ですね、これは木村明則さんという人が書いている奇跡のリンゴっていう本ですね。で、まあ映画にはなったので、阿部サダヲさんと菅野美穂さんですかねが主演でやったと思うんですけど、まあ無農薬で、リンゴ、の木を作ると、これが意外ともうのすごい初チャレンジでめちゃくちゃ難しくって、うん、で、極貧生活を追いながら村八分になって、うん、で、貧乏の生活になって、で、もう本当自殺まで考えるぐらい本当に大変な大変なね、それがなるまで7年か8年ぐらいかかったんですかね。うん、っていうことですけども、その、ね、無農薬で育ったリンゴは、それはそれは、
えも言われぬほど美味しいもので、で木村さんのこの無農薬栽培っていうのは今広がってるわけですけど、でも僕はこれ大好きなのは、うん、なんていうのかな、こう続けることの大切さなんですよね。やっぱりその困難って、もちろんその早起きとか運動を続けるっていう行動を継続するってこともあるけど、あともう一つはやっぱチャレンジっていうか一つのことをこうやり通すっていう意味での継続は力なりっていう側面ってあると思うんですね。でそこはやっぱ精神、あのチャレンジなんで、うん、やっぱ心折れそうなことってあるじゃないですか。やっぱり一つの道を続けるっていうのは営業、うん、いや、見てもそうでしょうし、空手でもそうかもしれないし。でそういうふうなものを思い出すときに大切なのは、一つの物語を自分の中で結構持ってると励ましやすいっていうか、自分が響いたやつですよね。だから僕にとって響いたのは、あの、この奇跡のリンゴですけども、誰にとっても何でもよくて、自分の中でこう立ち上げて何か、ああ、このケースでこんな風に乗り越えてたよな、みたいなのは励ませるような行動を持つっていうのは結構重要かなと思います。はい。まあ、映画見ていただいてもいいと思いますけど、あの、この、私はおすすめ本ということであげたいと思います。はい、ありがとうございます。今日は奇跡のリンゴのご紹介でした。はい、ゆかさんありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、習慣化コンサルティングでは毎日古川が音声配信をする習慣化の知恵、習慣化の実践コーチングができるようになる HRP 講座ハビットリフォームプログラミングを開催しております。詳しくは習慣化コンサルティングホームページをご覧ください。番組ページに URL を記載しております。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。